BMW ザウバー e r 1.08は、BMW ザウバーが2008年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラ1カーで、ウィリーランプが設計した、2008年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された、シルバーストーンテストでの F1.08 回1.08は、安定性のあった回1.07をベースとして通常進化させたものである。チームは、 スーパーコンピュータを装備する風洞施設を活用して今までに見られないような様々なエアロパーツを投入した。フロントノーズ上にはマクラーレンが考案したエンジンカウルのホーンウィングのようなパーツが装着された。これは後にレッドブル RB4 やホンダ RA108 などにも倣された。フロントウィングは3層構造でノーズから吊り下げるステーが 真ん中のプレートに接続しているのが特徴。サイドポンツーン周りはフィンやミニウィングが連なり非常に複雑な構成となっている。その他の変更点としては4つのホイールにフェラーリのようなホイールカバーを装着している。マレーシア GP の F1.08 ドライバーはロバートクビサ・カナダ GP で1の2フィニッシュを飾った2台の F1.082007 年シーズンは フェラーリ、マクラーレンに次ぐポジションを維持していたが2008年シーズンも開幕から速さは衰えることがなかった。第2戦マレーシア GP でニック・ハイドフェルドがチームにとって初ハステストラップを第3戦バーレーン GP ではロバート・クビサが初ポールポジションを獲得。第7戦カナダ GP ではクビサ・ハイドフェルドの順で チームにとっての初優勝を1から2フィニッシュで飾った。この時点で、クビサは、ポイントリーダーとなった。クビサは、第17戦中国 GP まで、タイトル争いに加わっていたが、最終戦で、フェラーリのキミライコネンに抜かれ、ランキング4位で終えた。ハイドフェルドは、終盤上司を取り戻した、ルノーのフェルナンドアロンソに抜かれ、ランキング6位だった。クビサとハイドフェルドの二人合わせて11回もの、 表彰台を獲得し、最終的にコンストラクターズランキングは3位となった。前年はマクラーレンが失格処分となっての2位だったため、地位的にあまり変化はないが、獲得ポイントは30点以上増している。2009年シーズンに向けて変更されるレギュレーションに対応させたマシンである。11月17日にスペインのカタロニアサーキットで開催されたバルセロナ合同テストでデビューした。 モノコックとサスペンションは、イ1.08のものを使用しているが、それ以外の部分はほとんど回収されている。イ1.08からの変更点として、フロントウィングとリアウィング、ディフューザーなどのエアロパーツが、レギュレーションに合致するように変更されたほか、ノーズ先端が持ち上げられ、サイドポンツームは全く違う形になった。カーズも同時に、テストされている。ヘンリー。 アランオートコース2008から09クラッシュメディアグループ PP58 から 61ISBN978 から1から90万5334から31から5ありがとうございます。